鍼灸整骨治療の精霊風峰ハリスとトリセルモンが送る赤いナースコール第11話ドラマ考察スタートします。もももももーん。チャイコフの正体が石原、そして病院内連続殺人事件に病院長が絡んでいたことは僕の考察が的中しました。お見事もーん。ということで、この時点で赤いナースコールの犯人考察についてはだいたい8割は正解だったと思います。ここからはアリサが犯人なのか、病院長とコンビニ事件の関係はという細かいポイントが焦点になると思います。その点について最後に考察したいと思います。それではまずはドラマの紹介をしておきましょう。赤いナースコール、テレビ東京月曜夜23時6分からスタートのミステリードラマです。みんなでドラマを見て、僕たちがやっている直後感想会を楽しみつつ、一緒にドラマ考察をして盛り上がりましょう。本日の流れをお伝えしておきましょう。ドラマの時系列順になるべく情報は並べていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今回は次の順でお伝えしようと思います。はい、こちらもね。はい、まず最初にお伝えするのは11話で明らかになった事実をお伝えします。そして次に、はい、こちら、はい、新たに出現した謎と考察点を紹介しておきましょう。さすがにもうね、謎は少なくなってきましたね。で、最後に最終考察として、病院長とコンビニ事件との関連性、そしてアリサは犯人側なのかという部分を考察していきたいと思います。はい、ではまずは明らかになった事実。はい、こちら、はい、コンビニ事件の内容が判明した。これ知りたかったんですよね。2年前、町田市のコンビニの店内でタバコを吸っていた男に、タバコをやめてくださいって注意した大学生が逆恨みされて、コンビニの駐車場で暴行を受けて殺された。最後はカーッとなったその男が、車のトランクに入っていた日曜大工用の電動のこぎりを持ち出して胴体が真っ二つになったという、そういったような事件でした。そして捜査会議では滝中の証言内容が記載された用紙が写され、より詳しい内容が判明しました。ということで、内容がこちらですよね。はい、一応ちょっと読み上げていきましょうか。私はトラックの運転手をしています。コンビニでいつものようにおにぎりと飲み物を買ってトラックの運転席で食べていました。店の方が騒がしくなって見てみたら、店内からタバコをくわえた男性と若い男性が出てきました。声は聞こえませんでしたが、おそらく若い男性がタバコをくわえた男に注意をしていたんだと思います。店内でタバコを吸おうとしていたんですかね。若い男性に対してタバコをくわえた男性が切れているようでした。しばらく口論をしていましたが、そのうちタバコの男性が若い男性に殴りかかりました。かなり頭に血が上っていて、誰も止められないような感じでした。若い男性は抵抗もできない感じでした。さすがに私も止めに入ることはできなかったですね。変に巻き込まれるのも嫌なので目をそらしていたのですが、チェーンソーのようなエンジン音が突然聞こえてきたので見てみると、殴っていた男性が車から電動ノコギリのようなものを出してきて、路上に倒れている若い男性の上半身と下半身を切断していました。さすがに怖すぎてトラックのエンジンをかけてコンビニから出ました。どうしようもなかったです。体を切られる前にすでに亡くなっていたと思いますが、あの光景が目に焼き付いています。思い出したくもないですよね。私の他にも何人かと駐車場に何台か車が止まっていたと思いますが、みんな何もできませんでした。出しゃばったら自分も殺されるんじゃないかと思うくらい狂気的でしたので、というような、そういうような内容ですね。すいません、ちょっと途中でね、とちっちゃいましたけども、病院内連続殺人犯に殺された被害者は人体を切断されていることが多かったですよね。はい、それは滝中が供述しているように、コンビニ事件の被害者が電動のこぎりで真っ二つにされたことに由来しているんでしょうね。そしてこの滝中の文章で気になる点がもう一つあります。はい、それは被害者が若い男性ということでした。大学生というワードは出てきていたんですが、若いとは限りません。確かに、そう、しかしこの供述調書では被害者は若い男性というふうに記載されていますので、年齢は若かったんだろうなというふうに思うんですよね。で、11話では
チャイコフが石原、そして病院内連続殺人事件には病院長が関係していることが明かされています。で、病院長が復讐のために313号室に全員を入院させて、まあ、そういうお膳立てをしたのだと、まあ、そういうふうに思われますよね。では次、はい、こちら、はい、榎木田記念病院は潰れて病院長たちは離婚することが決まっていたということですね。で、理事長と病院長が話をする中で病院が解散することが判明しました。病院の解散許可申請までの猶予は1週間、そして離婚届までの猶予は1時間ということでした、はい、はい。では3つ目、はい、こちら、西垣の調査対象はチャイコフの正体だったということですね。ここはなんかね、病院の中の調査とかそういうものかと思っていたらということですよね、うんうん、で、西垣は病院長から依頼を受けてチャイコフスキー殺人事件の犯人を探していたことが判明しました。病院長は病院内部にチャイコフ犯がいることに気づいていたため、そうした調査をしていたと西垣が証言しました。遠藤と津田の密会を見つけたシーンから西垣は病院の情報漏洩に関して調査しているものと、まあ、思っていましたが、チャイコフ犯を探しているとは正直思いませんでした、うん、これは種明かしがないとわからないですよ ね、 ね、では次、はい、こちら、313号室の共通点が判明した。313号室の共通点が判明しましたね。捜査会議での報告によると、滝中、下塚、松井、後藤田はコンビニで起きた殺人事件の目撃者として当時の捜査資料にサインをしていました。そして津田は当時の事件を記事にして売り込んでいたということも本人が証言していました。翔太郎と山内 P はコンビニ事件を題材にドラマ化をしていました。313号室の患者にはコンビニ事件という共通点があることが明らかになりました、はい、では次、こちら、はい、津田が殺された、うん、ミクと話をした後エレベーターに乗った津田は後ろからやってきた何者かに殺害されましたということですね。まあ後からやってきたか。そうもね。ですね。熱だね、うん。最後に殺されちゃいましたね。ねえ、あんなね、エレベーターで逃げ場がないところで。結局全員死んだってことですよね。そういうこともね。うん、で、津田が殺される前のシーンでは、翔太郎とアリサ、工藤は一緒にいることが確認されてますよね、うん、で、津田が殺害されたシーンの直後では病院長と石原が、院長室で酒を飲んでいる姿が確認できました、うん、で、西垣はというと、その少し前に理事長室で理事長と西垣がタバコを吸いながら話をしているところが確認できました、うん、シーンの流れで言うと西垣が一番犯行が可能ということにはなるんですけど、まあ、ナースコールを見逃して患者を殺してしまったことに心を痛めているキャラ設定があるじゃないですか、はい、西垣が津田をやったとなると、そのキャラ設定に一貫性がなくなっちゃうんですよ。これをどう取るかですよね、はい、西垣は後ほど行われる病院長の種明かしによると、まあ、犯行に協力はしていることは確かということですね、うんうんうん、だからこれがどこまで協力をしているのかというところです、はいはい、では次、はい、こちら、石原がチャイコフ犯だった。病院長室で、病院長と石原が酒を飲みながら話をしながら、クラシック音楽、特にチャイコフスキーが好きだと石原が話していました。そして313号室では加藤が残した口紅から石原の DNA が発見され、加藤殺しが石原の仕業であるということが判明しました。そして同時に遠山殺しも石原がやったことも判明しましたということで、もう最後の種明かしが来ましたね、うんうん、チャイコフ犯の犯人考察については、まあやっぱりね、僕の考察が結構前からこれ当たってましたよね、うん、お見事も、はい、で、気になるのは伝の子襲撃犯がどちらになるのかというところなんです、うん、遠山殺しで使っていた手袋あったじゃないですか、はい、あれは前の動画でも言ってるんですけど、伝の子襲撃犯の手袋と同じなんですよね、うん、でも伝の子を使った犯行は病院内連続殺人犯の犯行のようにも見えるじゃないですか、はい、どちらなんでしょうね、うん、ただあの時山内 P を殺したのは、はい、多分病院内連続殺人犯の方じゃないですか。そうもね。ですよね、うん、
あの時山内 P をそちらの犯人が殺してたということは必然的に、そう、あのチャイコフが追いかけ回してたってことに、そういうことになるもんね、なりませんかね、とちょっと思いましたね。はい、それでは次、はい、こちら、病院長は復讐にこだわっていたとこですね。病院長は榎田家の婿養子になり、自分の子供を後継ぎにしようとしたが、妻の理事長との間に子供に恵まれなかったということが分かりました。そこで西垣との間の子供を後取りにしようとしましたが、うまくいかなかったと話していました。この件なんですけど、はい、おそらく西垣と病院長の息子が何らかの原因で病院の後取りにこうなることができなくなったということがあったってことですよね、うん、ただこの詳細まではまだ言ってませんよね。言ってないもん。何が起こったのか、うん、生きてるのか死んでるのか、病気なのか怪我なのか、うん、そこ言ってないんですよね、はい、ということでこの件に関しては後ほどの病院内連続殺人犯についての考察で考えたいと思います。では次、病院長とチャイコフ石原は一度だけ協力していた。病院長は西垣を使って急患から石原が被害者から持ち去った人体の一部を警察の捜査が入る前に多分確保していたんですよね、うん、そして石原は遠山に持ち去られた監視カメラの病院の機密情報を遠山からインターセプトしていましたということがありました、はい、これらの連携はおそらくなんですけど示し合わせてできた連携ではないと思うんですよ、うん、石原の正体に気づいた病院長が石原の行動に合わせた結果できた連携なのかなと僕は思いました、うん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 、では次、新たに出現した謎と考察点についてお伝えしましょう。はい、こちら、西垣がミクにチャイコフ犯の正体について教えた謎です。ミクと西垣がナースステーションにて会話をしているとき、チャイコフ犯の正体を探っているという西垣に対してミクは教えてほしいと言うと、西垣は耳元で正体をささやきましたよね。なぜミクに伝えたのかという謎がね発生したんですよ、うんうん、わざわざ伝えるって変じゃないですか。そうだね、でこの時点では裏取りができていないので確定はしていないことをね西垣は言っていたと思うんですよ、うん、まだ未確定であると、はい、チャイコフがこの人であるということは確定的ではないというようなことを言ってたと思うんですよね、うん、でこのことからミクと石原の関係に気づいている西垣はですよ、はいはい、裏取りを兼ねてミクに正体を伝えてみたんじゃないかなと僕は思ったんですよ、うん、まあそういう意味合いで、まあ、囁いてみた。で案の定ミクもそうかもしれないみたいなこと言ってましたよね、はい、まあ、ここで多分確定になったんじゃないですかね、うん、でその情報を持っておそらく病院長に、結果を伝えたというような流れがあったんじゃないかと僕は思いました、はい、うん、ではここから最後に残った謎、病院内連続殺人事件について考えていきたいと思います。はい、それがこちら、はい、病院内連続殺人事件の犯人についての考察ということで、まず11話で分かった病院内連続殺人事件を紐解くポイントをね挙げておきましょう、はい、でこれがこちらの4つのものになるんですけど、まず2年前コンビニ事件にて若い男性が電ノコで真っ二つにされた、まずポイントですね、うん、そして病院長の息子の誠一は何らかの原因で病院は継げなくなっている、うん、この件なんですけど4話で病院長が石原に対して結婚しないのって聞いたことを覚えてますか、うん、はい、覚えてるもん。あそこで結婚をすると喜びも2倍になるが悲しみも2倍になる、子供ができたらなおさらっていうようなこと言ってたんですね、うん、だからねこの言葉から察するにやっぱり誠一さんおそらく死んでるんじゃないかと僕は思いましたね、はい、うん、そして3つ目、病院長は復讐のために殺人事件の計画を画策した。そして次、病院長は5年前に撮られた男性とアリサニの女の子が写る写真をよく見ているという、うん、これポイントだと思うんですよね、うん、そのコンビニ事件とかこの事件を紐解くためのですね、はい、まあ、これを踏まえた上でなんですけど、11話では病院長が何らかの復讐のために一連の連続殺人事件に何らかの関与をしていることが分かったということをね、まあ、把握しておく必要があると思うんですね、うん、そして西垣も
旧館から石原の戦利品を引き取ってきていることから、西垣も病院長の手伝いをしているというふうにも思いますよね。はい、うん、よってですね、ドラマの流れから考えると現時点で分かっている病院内連続殺人事件の犯人は病院長、そして協力者は西垣ということになると僕は思っています。はい、ここで疑問になってくることがあるんですよ。お、なんだろう。もうコンビニ事件の被害者と病院長とのつながり、一体何なのって思いませんか？確かにね、誠一さんが不慮の何らかのことでお亡くなりになっている可能性は匂わされてますけど、うん、それとコンビニ事件との関連性は全く語られてないんですよね。ということで、その部分を考えていきたいと思います。次の画像、はい、こちら。コンビニ事件の被害者と病院長とのつながりとは、ということで、まあ普通に考えれば病院長の息子がコンビニ事件の被害者で、その復讐のために事件を計画したということになりそうじゃないですか。うん、綺麗になりますよね。そうもね。でもコンビニ事件の被害者は大学生で若い男性なんですよ。うん、年齢で言えば多分20歳前後じゃないかと思うんですよね。はい、もし仮に病院長と西垣の間にそれだけ若い息子がいたと仮定した場合、一体西垣は何歳の時に出産したことになるのかっていう疑問出てきませんか。うん、現在西垣66歳なんですよ。ほうほうほう。だから仮に2年前の事件当時21歳の息子がいたとすると、2年前の西垣は64歳なわけです。うん、そこから逆算をすると43歳前後の時に産んだ子供になるというふうに思うんですよね。割と高齢出産もよね。高齢出産ですよね。うん、どうなんでしょうね。21年前って2000、2001年とかそれぐらいでしょまあなくはないとは言えませんけども、っていうことですよね。はい、でここでね、実はね、ちょっと気になることがもう一つあってですね、うん、赤いナースコールの公式ホームページを見ていて気になったこと、うん、それはですね、12話のキャスト表に三上誠一役の名前が発表されていたことなんですね。で、三上誠一とはというところなんですが、画像、はい、こちら。はい、三上誠一はおそらく病院長の息子の名前だと思います。うん、役者さんのお名前は俳優の大門隆さんという方でした。調べてみますと現在33歳の俳優さんです。うん、でちなみにプロフィールが所属事務所で公開されていまして、そこに載っているお顔は多分10年前のお顔なんですよ。うんうん、だから現在の顔を見るには公式ツイッターを見た方がいいと思いまして、そちらを確認しました。うん、お顔の写真はここでは見せられないんですけど、病院長が見ていた写真の男性と一致しそうなお顔でした、現在の大門さんはね。うん、でそれはどこが一致するかというと、結構眉毛が特徴的だったんですよ。うん、眉毛と鼻の輪郭とかそのあたりが割とその、写真に写っていた男性と一致しそうなお顔だったなと思いました。うん、では次の画像、はい、こちら。この方、うんうん、この写真なんですが、左に写っている男性、よく見るとそれほど年上ではないようにも見えるんですよ。まあ30、うん、まあ本当実年齢に近いような、そうなんですよね、感じには見えるもんけどね。で、うん、おそらくなんですが、まず笑顔っていう点でちょっとシワができているのと、うん、多分光の角度で多分光沢が出づらいような撮影になっているから老けて見えたんだと思うんですよ。うん、であと髪の毛が隠れてるじゃないですか。そうもね、帽子の中に隠れて、だから髪の色が見えてないところもあるんだと思います。うん、だからこのね、病院長が見ていた写真に写っていた男性が息子の三上誠一だと僕は思いました。うんうん、となると全てはつながってくると思います。はい、三上誠一は西垣が高齢出産によって産んだ子供で、コンビニ事件当時おそらく誠一は20歳から25歳の設定だったんじゃないかなと思いました。そしてコンビニ事件の被害者なのだと僕は考察します。うん、つまり病院長とコンビニ事件の被害者男性のつながりは親子という結論になりそうです。となると一緒に写っているアリサニの女の子は一体誰かという話になってきます。そうそう、ここに写っている人ね、うん、普通に考えると誠一の妹もしくは彼女なのかなと思いました。では写真の女の子は
アリサなのかという疑問出てきますよね。アリサの名字ミモリなんですよ、はい、名字が違うことからおそらく他人なのではないかと思いました。いや、わかんないもんよ。もしかしたら別れて、うん、お母さんの名前を引き継い、名字を引き継いでいるとか。もしでもこのなんだろうな、この方の妹だったとしたらですよ、うんうん、病院長とあの会話しますかっていうところが出るんですよ。まあそう思うけど、そういうふうに合わせたのかもしれない、個室にいる時まで。確かにね、そこが引っかかるんですよ、うん、まあこれ後でね伝えていくんですけど、はい、まあ病院長からすると、まあ、もしそのアリサとこのアリサニの女の子が別人だったとした場合はですよ、うん、交通事故でやってきた女の子がこう自分の知っている女の子と似ていたってなるわけじゃないですか、うん、となると結構動揺はあったんじゃないかなというふうに思ったんですよね、うん、ということで次の画像、はい、こちら、はい、でここまでの話をまとめますと、写真の男性が誠一でコンビニ事件の被害者であるということ、そして次、病院長は誠一の父で息子殺害の復讐をするべく関係者を殺害している、そして写真の女の子はアリサのそっくりさん、まあ、こうした結論に僕の中ではなりました、はい、このあたりの考察が正しいかは回答編待ちたいと思います、はいはい、そして次に考えないといけないことは、アリサは病院長の協力者なのかという部分だと思います、うんうん、ということでアリサが犯人側なのかについて最後考えていきたいと思います。はい、こちら、アリサは犯人側なのか。この事件は翔太郎とアリサが病院に来てから始まってますよね、うん、このことから翔太郎待ちで他の患者は病院に足止めをされていたと僕は以前から考察をしています。つまり2人の入院のきっかけを意図的に作らなければ事件がスタートしなかったということだと感じています。意図的に作られたこと、意図的に作られた事故なのであれば、車に乗っていたアリサの協力がないと難しそうにも思います。そう、これは再三言ってますよね、うん、ということでね、アリサが病院長の協力者だったのか、この部分について考察していこうと思います、はい、でアリサは犯人の一味なのかというところなんですけど、うん、病院長は2017年に撮影したと見られる写真をねよく見ていました、うん、そしてその写真にはアリサと似た女の子が写っていることが確認できています。これはさっきの写真でもそうですよね、はい、そのことからアリサが病院長の関係者で病院内連続殺人事件の共犯者なのではないかと、もうみんな言ってますよねでそれ以外にもアリサが犯人の可能性がある理由がいくつかあります。でこれいくつか挙げてみたいと思うんですけど、ちょっとここ整理しておきましょう、はい、では画像、はい、こちら、アリサの怪しい点ということで、まず一つ目、翔太郎の車のドラレコが切られていた、うん、怪しいね、怪しいもんよ、誰か切らないと切れませんから、はい、そして2つ目、2人の入院のきっかけとなった事故が故意に起こされた場合、突っ込んできたトラックに2人が乗る車の現在位置を伝えていないとタイミングよく事故を起こせない。まさに起こせませんよね、うん、どこにいるか分かんないと、どう待ってたらいいか分かりませんからね、普通にスルーしちゃうかもしれない、ね、しちゃうしちゃう、そして3つ目、アリサが退院をいつまでもしない、うん、これもおかしい、おかしい、そして4つ目、10話で後藤田にアリサが伝えた言葉の内容が実際の内容と噛み合わない、うん、これは前回の動画でもお伝えしています。そして5つ目、11話で工藤を病院外に連れ出し翔太郎をわざわざ一人にしたというところね、はい、これらの点が非常に怪しく思える理由となりますよね、うん、しかしこうした怪しい点がありながらも、アリサが犯人側であった場合、説明がつかないこともいくつかありました。では次の画像、はい、こちら、アリサが犯人側だと説明がつかない点ということで、これだけありました。病院長と2人きりの個室なのに病院長を本当に知らなさそうな態度をしている、うん、仲間だったら2人きりの時までは演技する必要はないですよね。確かにね、はい、で次、目に怪我をしていないことを翔太郎に自分から明かしている、うんうん、目に怪我をしていた方が犯人側だったらいろいろと都合がいいですよね。そうもね、だからずっと目に怪我をしていた方が良かったんじゃないかと思うんですよ、うん、でそして、両親と連絡がつかないことを自分から話している、
これは与える必要がない情報だと思うんですよ、はい、怪しまれますからいろいろと、うんうん、そして次、病院長はアリサに怪我をしていると思わせていた。これなんてね、病院長とアリサがもし仲間だったらこんなことをしなくてもあらかじめ打ち合わせしておけばいいだけの話じゃないですか、はい、でそして病院長がそのアリサにの女の子を本当に大事に思っているんだとしたらですよ、うん、事故をわざと起こすようなリスクは負わせないと思うんですよ。ね、本当にもし失敗してしまったらっていうこともあるもんからね、はい、そうだって一人もうすでに息子を失ってるわけなので、うん、それと同じぐらい大事な存在だったとしたらですよ、はい、そんなことしないと思ったんですよ。もちろんそう思うもんよね、はい、うん、だからもしアリサが犯人側だった場合こうした説明がつかない点がいくつかありました。これら2つの矛盾する状況を抱えているキャラクターがアリサなんですね、うん、だから正直説明の仕方一つでどちら側にでも転んでしまう可能性があって、どっちに解釈するかでアリサが犯人側なのか犯人側ではないのかというどちらでも説明がつきそうだと思ったんですよ。うん、つまり変えられるんじゃないのって、だからみんながどっちを多数の人が押しているかによって変えてくるんじゃないのって思ったんですよ。なんかあれもね、マルチエンディング的な、そうマルチエンディング、うんうん、だからアリサがもし協力をして犯人側だった場合は、うん、バッドエンドですよね、うん、でもそうじゃない場合は言ってみればグッドエンドですよね、はい、だからそういう風にしてるんじゃないのって僕は思っちゃったんですね。あ、なるほどね、うん、では実際アリサは犯人の協力者なのかどうかを僕自身で最終判断したいと思います、はい、病院長とコンビニ事件との関係を想像し、写真がアリサなのかそれともアリサ似の女の子なのかということを考えますと、おそらく写真の女の子はアリサ似の女の子であってアリサでないと僕は最終判断をしたんですね。ということで、はい、画像、はい、こちら、アリサは病院長の共犯者ではないと僕は考察します。写真の子がアリサでないならですよ、病院長とアリサは接点がないわけですよ、はい、そうなのであればアリサが共犯者として成立しないと僕は思いました、うん、そして病院長は写真の女の子と似たアリサが入院してきたことで結構動揺したんじゃないかなとも思ったんですね、うんうん、なので翔太郎を殺すことを最後の最後までためらっていたのではないかと僕は思いました、うん、そして最後翔太郎を手にかけようとするときにアリサに止められて翔太郎は助かるのではないかと僕は思っています。ということで、赤いナースコール最終考察を終わりにしたいと思います、はい、お疲れ様でした。はい、それではチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします、はい、ではまたお会いしましょう。さようなら、バイバイもー。